こんにちは。電波悪い。フジアンさんハートありがとうございます。久保哲さんハートありがとうございます。昨日はパザドラと研究生公演ありがとうございました。昨日は急遽えぐちゃんの代わりにねパザドラもね出させていただいて昼夜でした。お疲れ様です。ベルムのフォロワー3000人、なんかさ、ショールームのフォロワーさんあんまり確認してなかったから最近。ありがとうございます。そう、急遽出演だったので朝配信しててよかったなと思いながら。ニコニコ今日遊びに来ようもしかしたらありがとうございます。そう、昨日はねな研究生公演あったんですけど、初日から2回目で、そうなかなかね客席がね埋まってなかったりして、なので来てくれるのはすごく嬉しいです。そう、朝行ってる時に連絡来ました。お願いしますって夜公演お願いしますって。前の組娘がありがとうございます。ひろたんさんハートありがとうございます。高官の福田さんハートありがとうございます。久保哲さんお手紙ありがとうございます。国蔵さん娘がありがとうございます。ゆうきひろやまさんハートありがとうございます。ともともさん娘がありがとうございます。たださかなさんハートありがとうございます。のりぺさんお疲れありがとうございます。はらっちさんハートありがとうございます。くろさんハートありがとうございます。みでじめさん愛してますありがとうございます。ロデムさんハートありがとうございます。まえのくんハートありがとうございます。かつたーかーさん帽子ありがとうございます。くろさんハートありがとうございます。くぼてちさん帽子たくさんありがとうございます。きゃんちゃんハートありがとうございます。いや、DM どっちもってありがとうございます。僕の桜なんかめっちゃ抜かれてたらしいね。なんかみんなの切り抜きを見て思いました。赤黒カレオスさん帽子ありがとうございます。昨日は人少ないつもりじゃない。これもまたありがとうございます。嬉しい。そう、朝配信しててよかったと思って。
14日ね、出ないよね、私。14日出ないから。じゃんけん本当にグー出した。じゃんけん私さあんまりなんか緊張してて覚えてないんですけど自分でグー出すとか言っておきながら、グー出でもね、グー出してたと思いませんか？出してましたあんま覚えてない。でもなんか DMM とかあったかな、抜かれてたかな、じゃんけんの瞬間どうでした？やばいやばい。やっちゃんさん、ハートありがとうございます。しーなっぺさん、かわいありがとうございます。のりっぺさん、虫眼鏡ありがとうございます。そう、トレーナーの季節になりましたね。もうトレーナー着てます。キジャペさん、ハートありがとうございます。リサキちゃんだけイコノちゃんから豚のプレゼントもらってないの？私ね、もらって今ね、リュックサックにつけてますよ。イコノちゃんのお誕生日に豚の、グー出してた？ほらね、グー出してた、グー出してたんだよ、やっぱり。しーちゃべさん、ハートありがとうございます。クロさん、グーありがとうございます。京子のコロさん、虫眼鏡ありがとうございます。ホイポップコーンさん、虫眼鏡ありがとうございます。やっぱりグー出してたんですよ、私キャメロの可愛い、ありがとうございます。今日はメイクしてますヤスさん、猫ありがとうございます。ヤスさん、お化けありがとうございます。2月29日は休みで仕事に取ったから、調味公園投げるよ。フィルムビューイングも配信ないから見てみたいありがとうございます。たもつさん、ハートありがとうございます。マイロくん、猫ありがとうございます。前回チョキで勝てて、今回パーで勝てました。なんかね、じゃんけんね、だいたいなんか出すのね、チョキかグー。なんかね、最初はグーじゃんけんぽいって言って、パーあんま出さないくない私最初はグーじゃんけんぽい。でも前回チョキで勝てたってことはパー出してたってことか。小吉さん、虫眼鏡ありがとうございます。ビリータンタンさん、虫眼鏡ありがとうございます。プロトレックさん、かわいい、ありがとうございます。ジャケジャケジャッキーさん、ハートありがとうございます。ロキセイ紹介企画いいよね、あれ嬉しい、めっちゃなんか嬉しいっていうか、あの企画大好きあの企画いいよね。
僕雨降ってる。後藤は一日中雨だよ。今雨降ってます。宮里香さん、ハートありがとうございます。やってきた。踏み出せる汚れのない、そう、昨日のバラドラはジャンヌポジで久しぶりの、ずっと天使の尻尾ばっかりだったから、最近、しかも最近あんまりパジャドラ出てなかったかな。なのでジャンヌポジマジで本当に久しぶりでめっちゃ緊張でした。なんか最近はずっと天使の尻尾のあのポジだったから、なんか天使の尻尾の方が記憶が新しくて、最近はジャンヌポジをすることが少なくなってきたので、めっちゃ緊張でした。マサトさん、かわいい、ありがとうございます。6期生だけジャンヌっていうのさ、なんて言うとしたっけ今。6期生ジャンヌっていうのは初めて、いや初めて、どうなんだろう。でもあんまりないですよね。 VR でカメラ切り替えながらずっと見てました。そう、なんかイクロちゃんがね、急遽出演だからココッピ呼ぶねって言ってくれて呼んでくれた、キスゾンで。クロさん、ハートありがとうございます。フランさん、ハートありがとうございます。ビーチボール投げるのマリアさんだから軽く投げたの、いやちょっと緊張しててあんま覚えてない。マーメイドとか二人乗りの自転車めっちゃ緊張してたんですよね、なぜか番号があやふやになって。軽く投げてました。イクロちゃん生誕ぶりの天使の尻尾でしたよね。のりっぺさん、帽子ありがとうございます。今日この頃さん、虫眼鏡ありがとうございます。クロさん、ハートありがとうございます。博多ダイナさん、お疲れありがとうございます。ヒーローがね、ヒーロー以外みんなチャーハン部で、部長がいればあのチャーハン部で、ジャンヌだったんですけど、アフロユージさん、ハートありがとうございます。サシスセソさん、ハートありがとうございます。シベチャリさん、虫眼鏡ありがとうございます。チャーハンダルク、その時旗が変わるって本当ですか。いや本当じゃないですね。さすがにあの旗でやります。くまんちさん、ありがとうございます。なんかね、最近ちょうどなんか
ピンチヒッター多いっていうか、なんかちょうどそういう時に劇場に行ってるので、前のゆいなのもさ、自主練に、ここでの自主練に行ってたからちょうど出れて。コーピー渋いジャージャーハムナイスって認めてる。ちょっとでもね、副部長ですから私、チャーハン部のあのエースよりちょっと上ですから、ちょっと認めてます博多なるなるさん、お手紙ありがとうございます やっちゃんさん、ありがとうございます。ひろちゃかりにゅうおめでとうね。おめでとう。あつ森は、あつ森全然やってない、最近やばいね、や全然やってないの。りっぺさん、バラありがとうございます。副部長って何する？副部長は、まあ、部長がいない時は部長になったりとか、まあ、副担任みたいな感じの役割ですかね。副部長とエースって、副部長の方が上ですよね、もちろん。え、もちろん副部長の方が上ですよね。すぐそこに栗の木がありますよ、大きい。歩いて玄関出て走って5秒ぐらいで着く部長、部長公認だけどエースは事情だから髪の毛巻いてます。エクセシー見てかよかったので気になりました、ありがとうございます。やっちゃんさん、だるまありがとうございます。今度カレンちゃんと部長お出かけする。そうそうなの、梅の木もあるの初耳、梅の木ってどこにあるの。教室に帰る、ありがとうございます。これは1分ぐらいでできる。梅の木ってどこにもあるんじゃない？学校にもあるいろんな木があって羨ましいいろんな木が、うん、最近は金木犀もいい香り。金木犀、金木犀いい、にいい香りです。すごいヘアアレンジ、ヘアなんかね、自分の髪の毛はねあんまできないんですよ。人の髪の毛やるのは結構得意だけど、自分のやるのは苦手。キムシ見てたら気持ちいい。うわ、キムシはね最近多いから気をつけましょうね。
カトッペくん帽子ありがとうございます。髪質を良くするために心がけていることは、絶対ドライヤーをするくらいです。私もね、めっちゃもう傷んでるんですよ。この間毛先を切ったばかりなのにもう傷んでるから、長かったらね、どうしても傷んでしまう。キムチは桜の木に美味しそう。前髪もう伸びたよね。フォロワーさんが3人増えた。ありがとうございます。ぜひショールームを皆さんフォローしてください。ツイッターもフォローしてください。ロケセメンバーでこんなヘアアレンジしてみたいっていうのはありますか？私がもしヘアアレンジできるようになったらポニーテールをしたいですね、一番最初に。昨日もコメめっちゃ可愛かった、ありがとうございます。ヘアオイル何使ってるかオンラインで聞き出す予定。じゃあそれまで言わない方がいい。寝癖はやばいです。多分誰よりもやばいと思う寝癖。あいたかさん虫眼鏡ありがとうございます。のりぺさんなるほどありがとうございます。イサムさん、コバありがとうございます。ペペー次で大好きなの早く見たいって、私も早くしたい。お見送りなぜか緊張して話せない。緊張しないで、一番緊張しない人だと思います私。1週間で一番好きな曜日ってやっぱり次の日が休みだ、金曜日の予想。私は土曜日かな。土曜日は休みだし次の日も休みじゃないですか。そう考えたら土曜日が好き。でも金曜日もいいよね、2日休みがあるって。もう日曜日はあんまり好きじゃないんです。日曜日は休み最後って思っちゃうんだけど、今週は3連休だから。眉毛パッツはもうしないの、今のところ予定はないですけど。でもみんな言うもんね、お眉にしてほしい。寝相めっちゃ悪いですよ。もうね、みんなもう落としちゃうくらい寝相悪いです。脳幹が見るから、ね、ずっとリピートして脳幹いいよね。カードの人さん、タコありがとうございます。夢にまで見た王子様よ。ウォーウォーウォー、メイク調子いい日悪い日ってある。パッツンに合う人ってなかなかいないからね。パッツンね、でもさ、普段前髪分けてる人がこうやってまっすぐにしたらめっちゃ可愛いって思う。
さやちゃんとか分けないのめっちゃ可愛いって私思うんですけど。分けてるのも似合うけどね。さやちゃんって感じだけど、分けないのもめっちゃ可愛い。さやちゃん。昨日の手はイクノちゃんでした。チャットにね見てる方は分かると思います。チャットもぜひ皆さん。ぜひ私のチャット撮ってみてください。つぼみ声のサインいつかね。あれさ本当に運ですよね。リリリンがねなんか前ねなんか短い毛をなんか前髪から集めて前髪作ってましたよ。なんか長い毛の短いのを集めて前髪にしてたよ前。センター上げ似合わない。じゃあちょっと短いんですけど、そろそろランキングを読みたいと思います。当たり？みんな当たってた。13位からまさとしさんありがとうございます。12位ともぞっぺさんありがとうございます。11位しーちゃんぺさんありがとうございます。10位やっちゃんさんありがとうございます。博多なるなるさんありがとうございます。8位京子のごろさんありがとうございます。7位クロさんありがとうございます。6位ともぞっぺくんありがとう、間違えた、かとっぺくんありがとうございます。5位のりっぺさんありがとうございます。4位まいのくんありがとうございます。3位やっさんありがとうございます。2位みでじやさんありがとうございます。1位くぽてつさん。最近ファンの方はもう間違っちゃうっていうか混ぜてしまう、ごめんなさい。ではありがとうございました。立花くんって聞こえた今。私ありがとうございました。バイバーイ。